皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報を統計するチャンネルとなっております。今回はアマゾンがプライム感謝祭というセールを行っていますので、そのセールで安くなっているおすすめのコーヒー器具を紹介していきたいと思います。ちょうど昨日公開した動画、タイムバーの C3MAX と S3 の比較動画公開しました。この容器種、どちらもセール対象になっていますし、それ以外でも最近レビューしたあのおすすめのコーヒー器具も安くなっていますので、ぜひ参考にしてみてください。それではやっていきましょう。はい、こちらが Amazon のトップページですね。プライム感謝祭の本番は土曜日曜の朝明後日なんですけれども、先行セールということで多くの商品が早めにセール対象となっていますので、今回は先行セールで安くなっているコーヒー器具をレビューしていきたいと思います。毎回 Amazon のセールの時は少しだけ触れているんですけれども、このプライム感謝祭というのところを押していただくと、このポイントアップキャンペーンというのがあります。キャンペーンにエントリーするをクリックしていただくと、購入金額に応じてポイントがどんどん付与されていくというものですので、特にデメリットもないので、この期間 Amazon で商品を購入する場合はこちらエントリーするのをお勧めします。また商品を買っちゃった後にエントリーするにしても、ちゃんと期間内でしたら適用されますので、最近 Amazon で注文している方とかもクリックしていただくといいかもしれません。それでは早速おすすめのコーヒー器具見ていきましょう。1つ目がタイムモアの C2MAX です。ニフコーヒーチャンネルでもよく登場しますけれども、タイムモアのスタンダード品のちょっと大きいサイズですね。今回からちょっと法人画面になっているので、一般消費者の Amazon のページの表示とはちょっと異なる表示になっていますのでご注意ください。税込みがこちらですね。 C2MAX だいぶ値段上がってきましたけれども、セール期間中だと1万円を切る価格で購入できます。まあ、最新型のステンレスの刃を持っていて、ベアリングを持っている最新の手引きミルを普及させた契約者といってもいいタイムモアのスタンダード品ですね。この C2 とか C3 のシリーズは 20g 入る通常サイズと 30g 入るマックスサイズ2種類ありますが、個人的にはマックスサイズの方が使いやすいなと思っていたりします。まあ、結構コンパクトな方でも全然問題ないという方は C2 の方がお値段安いので、そちらも確かセール対象になっていたはずです。そうですね、小さい方の C2 の方だともう少し値段は安くて7984円で購入することができます。タイムワンの商品、いろんなものがセール対象になっていますが、 C3 も対象になっています。こちらですね、こちらが先日比較動画で出てきたものと全く同じものですね。価格は1万544円です。比較動画のところでもお話ししたんですけれども、この先ほど出た C2MAX とかこの C3MAX はこの蓋の部分がプラスチック素材なので、個体差あるみたいですけれども、場合によっては蓋が割れてきたりっていうことがたびたび起こります。なので長く使いたいという方は、この蓋がプラスチックではないバージョンのものを選ぶのがおすすめです。それがこちらですね。刃の形状は一緒なんですけれども、ハンドルが折れ曲がる仕様になっていて、蓋が金属になっている C3S MAX というものです。価格も少し値段が上がって 13,424 円という感じ。意外とこの 13,424 円という価格が判断難しいところで、 C3MAX を買おうとしてけど長く使いたいからこっちを選ぶっていうのは全然ありだと思うんですけれども、この13,400 円とかになってくると、こっちですね、私が動画の中でもお伝えした、もう今手引きメールの中で一番美味しくコーヒー豆が引けるこのタイムモアの S3 が 18,240 円で買えちゃうんですね。そうなってくると、安く済ませるんだったら、もうタイムモアは C2 シリーズで安く済ませるっていうのが個人的にはいいと思いますし、少し金額を出してももっといいものをって考えるんでしたら、いっそこのタイムモアの S3 を購入してしまうのがいいのかなと思います。コーヒー豆は粉引き性能によって最終的なコーヒーの味わいは大きく変わってきますので、この S3 を使うとめちゃくちゃコーヒーがクリーンで、コーヒーの持っている味わいもよく引き出せます。微粉も少ないし、均一性も高い、美味しいコーヒーを飲みたいとか性能の高いミルを探しているという方はこれおすすめですね。
同じ手引きミルですけれども、エペイオスから出ている手引きミルですね。こちらはワールドバシタチャンピオンシップで日本人で初めて優勝した井崎秀則さんが監修している手引きミルです。ニフコーヒーチャンネルでも以前デビューしたので、この商品の特徴はこちらをご覧ください。こちらのいいところはやはりデザインがいいところと、あとは世の中に出ている手引きミルの中でも最も回す力が少なくて済むミルだと思います。刃の形状も10枚刃を採用していたり、少し特殊なんですけれども、粉を引くのを軽やかに引きたいとか、あとはこのデザインに惚れ込んだという方はこの手引きミルとてもいいと思います。どうしてもタイムマーの S3 と金額的に競合してくるので、おすすめは S3 とこっちどっちがおすすめですかと聞かれたら、私は S3 をおすすめします。 S3 の方がこの引き性能は上だと思っています。今回エスプレッソをよく飲む方に関しては、エスプレッソを引くときって結構少ない力で回せる方が引きやすかったりもしますので、そういう方はこのエペイオスのミルもいいかなというところですね。では次いきます。電動ミルのベルライフですね。以前レビュー動画出しましたけれども、もう非常にコスパが高くて性能いい電動ミルになります。電動グラインダーでエスプレッソも引けて、ドリップ性能の粗さも、まあ結構いい感じですね。これとタイムマーンの C2 と比べたらどっちがいいですかと言われると、タイムマーン C2 の粉引き性能の方がいいと思いますが、それより若干劣る程度なので、電動でこの価格でその性能だったら十分いいのかなという感じですね。非常に使いやすい電動ミルでおすすめしています。電動ミルでもう一つがこちらのエペイオスのものですね。こちらはどちらかというともうデザイン優先です。ポータブルにもなって据え置き型にもすることができるという電動グライダーです。基本的にはポータブルが中心で、それにロックをつけて据え置き型にもできますよという製品なんですけれども、やはりポータブルで充電池を使ってミルを回しますので、粉にするのは結構時間かかるんですね。ただ粉引き性能もすごく高いというわけではないので、どちらかというとこちらはデザインとか、あとはアウトドアとか外でも電動を使いたいよっていう人向けの商品かなと思いますね。コーヒーメーカーで同じくエペイオスから出ているモカというコーヒーメーカーです。こちら2000円のクーポンもあるので、使っていただくと2万7000円ぐらいで購入できるという感じですね。こちらもバリスタの井崎秀則さんが監修しているんですけれども、これはめちゃくちゃ良かったですね。コーヒーメーカーで入れてるんですけれども、やはりこの井崎さんがもう多分ガチンコで監修しているんだと思います。めちゃくちゃ美味しいです。1杯から4杯までコーヒー入れられるんですけれども、どの杯数で入れてもちゃんと美味しく入りますし、本当にコーヒーのプロが入れた味にちゃんと仕上がるので、デザインもいいですし味もいいと。世の中で一番美味しくできる家庭用のコーヒーメーカーはどれですかと言われたら、間違いなく私はこれだと思います。それぐらいすごく美味しく入ります。値段はちょっとしますけれども、個人的には今一番おすすめのコーヒーメーカーですね。続けて抽出器具で、いわきの水出しコーヒー器具ですね。この器具よくセール対象になっていますので、今回もセール対象になっていました。液化式の水出しコーヒーでデビューしてみたいなという方はこれおすすめです。結構安くてちゃんと美味しく入るのでいいですね。はい、次タイムマーのフレンチプレスです。実はタイムマーフレンチプレスも作っていて、それがセール対象になっています。ニフコーヒーでも実はレビューしたことあるので、まあ、気になる方はご覧ください。機能としては普通にフレンチプレスなので、他のボダムとかとの性能は変わらないんですけれども、何よりもやはりデザインですね。このシンプルなミニマムなデザインがいいという感じでしたら、これはおすすめだなという感じですね。あとコーヒーメーカーでエスプレッソの方ですけれども、全自動のコーヒーメーカーで、デロンギのマグニフィカ S。 本当に全自動の定番品だと思うんですけれども、 Amazon でもやはりこのベストセラー1位に選ばれるだけあって、回としてはすごく優秀です。コーヒーを抽出する機能、そして日々のメンテナンス、全部考えられ尽くされてて、この価格で実現しているのがすごいですね。美味しいコーヒー豆をちゃんと入れてあげれば、毎日美味しいエスプレッソが簡単に楽しめるというものですね。ではざっとですけれども、今回の Amazon のプライム感謝祭でセールになっているおすすめのコーヒー器具を紹介してきました。今回紹介したコーヒー器具の URL は概要欄にリンクをつけておきますので、そちらからぜひご覧ください。またこの Amazon のセールは毎回そうなんですけれども、在庫設定されていて買おうと思ったら品切れになってしまっているということもありますので、購入するのが決まっているという方はお早めに購入するのをおすすめします。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒー応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。
またチャンネル登録や何か動画へのリクエストやコメントなどありましたらコメント欄にいただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。